だびれたぜ。あなたたちは。また邪魔しに来たんですか。最初はそのつもりだったが、釣りとなれば話は別だ。お前に釣り勝負を申し込む。釣り勝負ですか。俺も地元では釣り吉トニと呼ばれた男。卑怯な手を使わずとも勝ってみせる。僕は別に構いませんけど。待ってる間に釣り始めればいいのに。変なとこで律儀なんだから。 うるさい。今回は正々堂々と勝負するんだ。あんた悪役向いてないわ。なんだと。もう怒らないでよ。褒めてあげてるのに。勝負だ。お絵面描かせてやるからな。私餌とか触りたくないな。なら黙って見てろ。俺一人で十分勝てる。騒ぐだけ騒いで行っちゃったね。釣り勝負って、何をどう勝負するつもりなの。まもなく開始より1時間。現在のトップは2年生のミハエル君。これを破る生徒は、おっと、昨年度の舞踏大会優勝者が戻ってきました。一体どんな大物を釣り上げてきたのか。あの二人置いてきちゃったけど、よかったのかな。とりあえず気にしない方向で。はあ、それじゃあこれでお願いします。どうでしょうか。色、ツヤ、針は申し分ない。この魚からは子を見守る母のぬくもりを感じる。言葉の意味はわからないが、これは高評価なのか。貴様ら、置いてくなんてひどいじゃないか。すいません。だってどこにいたかわからなかったし、時間切れまで気づかなかったら面白かったんだけどね。なんか言ったか。
何もそれよりほら時間ないんでしょ。おお、そうだったな。さあ俺の魚を見ろ。これもいい魚じゃ。特にこの背びれ、とてつもない将来性を秘めておる。これも好評かな。ここに来て壮絶な首位争い、果たして勝者は。だがこの魚、この学園では2番目じゃ。な、何？勝ったのはこっちの坊主じゃな。ぼ、僕ですか。やったね、ベイ君。なぜだ、なぜ俺の魚の負けなんだ。だって君の魚の方が小さかったし。わかりやすい答えが返ってきた。しまった、俺としたことが魚の大きさを見落としていたとは。ここで時間終了。最初の問題をトップで通過したのはベインアウレオルス。だがまだ1問目が終わったばかり。優勝の行方はまだわからない。さあ続けて第2問の発表だ。次の問題は、何でもいいから巨大なものを作ってくること。また巨大なものかよ。ワンパターンね。つか全然クイズじゃねえ。先生は巨大なものが好きなんです。制限時間はさっきと同じく1時間ですよ。用意スタート。巨大なもの、なんだかよくわかんないね。もっと錬金術っぽいクイズ大会だと思ったのに。ちょっと期待外れ。おい、さっきはまんまとやられたが、次はこうはいかんぞ。だから普通に勝負しなくてもいいじゃん。うるさい、俺のプライドの問題だ。はいはい、分かったわよ。あの人たちを無視するのもあんまりだし。そうだね、ひとまずアトリエに戻ろう。何を作ればいいんだろう。とにかく大きいものを作ればいいのかな。でもあまり大きなもの作っても持っていけないし。そっか、じゃあ持ち歩けて大きなもの。謎みたいだね。
人の指輪の作り方。あ、なるほど。これなら確かに。ね、いいアイディアだと思わない？うん、これなら僕たちでも作れそうだし。それじゃあ、早速材料を集めないとね。エタノールを使うのか。気をつけて使えよ。さあ、残り時間はあとわずか。いまだ先生を満足させるものは出ていません。果たしてこのまま終わってしまうのでしょうか。ここで挑戦者が。時間的におそらく最後の挑戦者でしょう。お願いします。これは先生、どうされました。これだよ。わしが見たかったのは。先生、泣いているんですか。それで評価のほどは。これぞわしが求めていた一品。死んだばあさんにも見せてやりたかった。これはどうやら最高評価が出た模様です。よかった。やったね、レン君。ここで時間終了。いよいよ残すは最後の問題のみ。挑戦者の数も減ってきましたが、泣いても笑っても次が最後の問題。お約束通り最後の問題は得点が倍となっています。ああ、君、ちょっといいかね。なんですか、話の腰を折らないでくださいよ。わしゃそのあれじゃよ。はっきり言ってください。時間も押してるんですから。そのちょっと お花を摘みに。そんな可愛い表現しなくていいですから。早く行ってきてください。うん、すまんの。話がそれましたが、問題の内容を発表します。風の回廊のどこかで取れるクロマスカットを持ってくること。ポイントを得られるのは最初に持ち帰った一組のみ。えらく単純だな。何か罠があるんじゃない。でも
迷ってるうちに先を越されたら。それでは最後の問題スタート。ベン君、私たちも急がないと。いや、あの二人来なかったなと思った。そういえば、でも気にしててもしょうがないよ。なんだと？なんでもないわよ。まあいっか、こっちのが面白そうだし。